テクスチャーマッピングされたフルポリゴン 3DCG が織りなす超リアルな世界。そのバーチャル空間を舞台に繰り広げられるファイト、謎解き、そしてアドベンチャー。プレイヤーをグイグイとゲームワールドに引き込むその迫力と臨場感は他の追随を許さない究極のエンターテイメントワールドだ。このビデオはそんなエンターテイメントの最高峰であるセガワールドの最新話題ソフトを完全収録。君の望むソフトをこのビデオで見つけてほしい。セガビデオマガジン。セガサタン。32ビットのツイン CPU が生み出すポテンシャルはそのままに、デザイン、価格をリニューアル。新たな次元は再びセガサターンが切り開く。ファイティングバイパーズ。四方を壁に囲まれたバトルフィールド、アーマーシステム、ショートリプレイ機能とバーチャファイター2とは違った世界観がアーケードで話題沸騰のポリゴン対戦格闘アクション、ファイティングバイパーズ。君はそのハードなバトルをもう体験したか？このセガサターン版ファイティングバイパーズはアーケードで話題となったあらゆるシステム、グラフィックを完全移植。もちろん壁壊しやアーマー破壊も完全に再現されている。特に陰影の強いライティングやカメラアングルはセガサターンのグラフィック能力をフルに使った大迫力。家庭用ゲーム機の限界に挑戦したタイトルだ。Let the action begin. Go! また話題のバーチャ広告に加え、今度はテレビ CM でおなじみのペプシマンもキャラクターとして登場。熱いバトルに花を添える。トレーニングモードで技の練習もできるファイティングバイパーズは6800円で大好評発売中です。桜大戦。ヒロユージ率いるレッドカンパニーが送るドラマチックアドベンチャーがセガサターンに登場。ゲームは全10話からなる連続アドベンチャー形式。大正12年、帝都東京の町に徳川幕府の復権をもくろみ政府の転覆を狙うクロノスカイが侵攻を開始した。プレイヤーはこの悪の軍団クロノスカイと戦うべく組織された帝国歌劇団花組の隊長大神一郎となって量子兵器を操る6人の少女たちを指揮していく。大神少尉ですか。各シナリオはストーリーシーンとシミュレーションシーンで構成。それぞれが密接に関連性を持ち、ストーリーシーンの進め方でシミュレーションシーンの戦闘能力が変化する戦略性の高いアドベンチャーゲームとなっている。ストーリーシーンでのアニメーションはもちろん、シミュレーションシーンでも豪華声優陣による会話がリアルに展開される。帝国歌劇団参上。帝国歌劇団とな。小賢しい。面白い。CD ロム2枚組の大ボリュームを誇る「桜大戦」は特別限定版2種各8800円、ソフト単品6800円で9月27日発売予定です。天地を喰らう2、石壁の戦い。92年にアーケードに登場して以来絶大な人気を誇るアクションゲーム「天地を喰らう2」がついにセガサターンで楽しめる。雄大な三国志の世界を大人気漫画家本宮博が表現。そしてアクションはカプコンならではのアクションワールドとまさに三位一体の究極アクション。アーケードで大人気だったバトルアクションは健在。もちろん通常技のほかにつかみ技、ジャンプ技、タックルなども完全移植。ボーナスゲームやイベントシーンも盛りだくさんで魅惑の三国志の世界を堪能できる「天地を喰らう2石壁の戦い」は5800円で9月6日発売予定です。ポリスノーツ。
発売されるや各方面から多大な支持を得た大ヒットソフトポリスノーツが完全版となってセガサターンに登場。膨大なアニメ映像、豪華声優陣の起用、そして臨場感あふれる音響効果を駆使したかつてない本格的インタラクティブシネマだ。クレイン、車から離れろ。さらにセガサターン版ではバーチャガン対応となって本格的シューティングの醍醐味も味わえる。リアルに描かれた未来社会を舞台にした緊迫の SF ポリスアクションが展開する。事件の果てに人類が見るものは何か。初回プレス分には写真集やデカールなどの特典もつくポリスノーツは6800円で9月13日発売予定です。伝説のオーガバトル。かつて伝説を築いたシミュレーションRPGがついにセガサターンに登場。多くのプレイヤーを魅了したオリジナルの世界観を忠実に再現しながら、音声やビジュアルのクオリティアップ、そしてセガサターンオリジナルのサブシナリオの追加など新要素も満載。我が城へようこそ。あなたをお待ちしておりました。ハイグレードな BGM、 迫力の効果音、18名の個性派声優を起用したリアルなナレーションにより物語の展開はよりドラマチックに進化。私の名はランスロット、ゼノビア王国騎士団のナイトだ。どうやら戦いの準備が整ったよ。セーブポイントの追加など操作性も向上してより快適にプレイを楽しむことができる伝説のオーガバトルは5800円で10月4日発売予定です。私のメモリアときめきメモリアル対戦パズル玉。ときめきメモリアル対戦パズル玉。恋愛シミュレーションの大ヒットタイトル、ときめきメモリアルのキャラクターが登場する落ち物パズルの決定版。やっぱ生に限りますよね。え、私どうしてこんなところに。ゲームはアーケードでも大人気のパズル玉で、ときめまキャラたちと戦っていくというもの。連鎖が決まった時やピンチの時のリアクションがたまらなく可愛い。遊べるモードは 1P のストーリーモードと 2P 対戦モード、そして 2P 対戦ではロボ作モードが加わって全3種類。ロボ作モードは超連鎖合戦が楽しめるモードだ。クリア後に新ビジュアルも追加される。ときめきメモリアル対戦パズル玉は5800円で9月27日発売予定です。私って素質あるのね。高神殿 URA。3D 対戦格闘のヒット作「刀神殿」がセガサターンオリジナルとなって帰ってきた。刀神殿シリーズ4作目にあたるこの「刀神殿 URA」はストーリー、衣装、CG、セリフ、ゲームバランス全てにわたって生まれ変わった。さらに今までに登場した10人のキャラクターに新たに2人のキャラクターが加わり、全12人で熱い死闘を繰り広げる。もちろん簡単なコマンドで繰り出せる爽快な究極砲技は健在。刀神兵をめぐる殺人事件をコアとしたストーリーを舞台に究極の格闘ワールドを体験してほしい。新キャラ登場でますますパワーアップ。刀神殿 URA は5800円で9月27日発売予定です。三国志5。歴史シミュレーションの定番三国志シリーズの最新作がセガサターンに登場。今回の5ではシリーズ初の黄巾の乱のシナリオを収録。張角、南信などの三国時代初期の武将が登場する。また前作で好評だった担当官システムもさらに強化。内政外交などの部門別に担当官を任命できる。それぞれの武将の得意な能力を有効に使うことがポイントだ。さらに戦闘シーンもポリゴンで表現するなど、グラフィックも大幅に強化されている。プレイ中のガイダンス機能もついた三国志5は9800円で9月27日発売予定です。機動戦士ガンダム外伝1戦慄のブルー。
ガンダムファン感涙のドラマチックシューティングがついに登場。これなら敵に気づかれずに接近できます。ほんじゃまぼちぼち行くとすっか。ファーストガンダムで描かれた一年戦争を別動隊にいる1階の戦士の視点から語る外伝をメインストーリーに、 3D ポリゴンで再現されたモビルスーツを操り、さまざまなミッションをクリアしていく。しかもガンダムのメカデザインを手掛けた大河原邦夫氏がこのタイトルのために新たにデザインした新モビルスーツも登場。コックピット視点でポリゴン空間を駆け抜け、敵とのリアルバトルを体験できる。2,3 ヶ月に1本のペースで発売される3部作構成の機動戦士ガンダムガイデン1戦慄のブルーは4800円で9月20日発売予定です。ハートビートスクランブル、実写取り込みをふんだんに使った恋愛アドベンチャー、それがハートビートスクランブルだ。ゲームは高校1年のゴールデンウィークから始まり、高校生活3年間での恋愛を疑似体験していく。プレイヤーの周囲には6人の女の子がいて、彼女たちとどのように付き合っていくかの選択肢でストーリーが変化していく。文化祭や体育祭の学校行事からバイトや試験などあらゆるイベントがプレイヤーを待ち受ける。女の子たちは全てオーディションによって選ばれた美少女ばかり。オリジナルのロケーションによって収録された実写がプレイヤーの感情移入を誘うハートビートスクランブルは6800円で9月6日発売予定です。ウルトラマン図鑑。永遠のヒーロー、ウルトラマンの全てがわかるデジタルデータベースソフトが登場。数多くあるウルトラシリーズの中からウルトラマン、ウルトラセブンの全作品についてストーリー、登場怪獣、エピソードをナレーションとともに詳細に解説。地球のために地球へ来たが、その環境を見て移住しようと地球の侵略を企てる。その他、必殺技、科学特捜隊やウルトラ警備隊、テーマ曲などについても豊富なデータを満載している。ムービーカードやツインオペレーターを装着すると高画質フルスクリーンでの動画も楽しめるウルトラマン図鑑は6800円で9月13日発売予定です。目指せアイドルスター、夏色メモリーズ麻雀編。私の夢はね、ブロードウェイで踊ることなの。そのための第一歩なんで、負けないでください。フレッシュアイドルたちが麻雀でしのぎを削るアイドル麻雀ゲームが登場。プレイヤーは8人の美少女の中からお気に入りの1人を選び、その子のマネージャーとなって他の女の子たちと麻雀で勝負。全員勝ち抜けば彼女は見事アイドルスターに。美しいムービーやハイレゾモードが楽しめる。芸能プロダクションとの強力な連携によって生まれた目指せアイドルスター夏色メモリーズ麻雀編は6800円で9月13日発売予定です。エンジェルパラダイスボリューム2、吉野キミカ一緒に行ったい in ハワイ。アイドルと一緒に旅行ができる新感覚のコミュニケーションソフト、エンジェルパラダイスシリーズの第2弾がついに登場。実写映像を使ったパズルやクイズをクリアすると旅行のストーリーが進み、プライベートムービーが満喫できる。さらにファン必見のデータルームやクイズモードでは吉野キミカちゃんの全てがわかる秘蔵データが満載されている。水泳を習っていたことがある私。吉野キミカちゃんに起こしてもらえるオリジナル目覚ましのプレゼント応募券もついたエンジェルパラダイスボリューム2、吉野キミカ一緒に行ったい in ハワイは5800円で9月13日発売予定です。女子高生の放課後ふくんぱ。新体操やバスケ、バレーなどの女子高生のクラブ活動を舞台にした落ち物パズルが登場。小玉が2つ入ったカプセルと大玉の組み合わせが落ちてきて、大玉3つ並ぶと隣接するカプセルが大玉に変身して連鎖がスタートする。私立アテナ学園で行われる部活対抗ゲーム大会を舞台に、ユニフォーム姿の女子高生たちが連鎖の嵐で人を繰り広げる。戦略性と偶然性が引き出す連鎖の醍醐味が楽しい。女子高生の放課後ふくんぱは4980円で9月20日発売予定です。サンダーフォースゴールドパック1。ミリオンセラーのシューティングゲームサンダーフォースシリーズがセガサターンに今よみがえる。
全世界で100万本を超えるヒットとなった最強シリーズの中からサンダーフォース 2MD とサンダーフォース3の2大タイトルをカップリングで収録。さらに CG ムービーや CD クオリティのボーナストラックも収録したパワーアップ移植だ。シューティング初心者のためにキッズモードも搭載してマニアから初心者まで安心して楽しめる。小細工なしの本格シューティングサンダーフォースゴールドパック1は4800円で9月27日発売予定です。スターファイター3000。想像をはるかに超えた新次元スペースシューティングがこの秋セガサターンに登場する。プレイヤーは60もの壮大なミッションを編隊長となって次々とクリアしていかなくてはならない。広大な 3D フィールドを舞台に友軍機とフォーメーションを組んでの敵の迎撃や母船の護衛など様々なミッションがプレイヤーを待ち受けている。敵機ターゲットはもちろん地面建物など画面上の全てのものが破壊可能な壮大なシューティングゲームだ。7分にも及ぶオープニングムービーも壮観なスターファイター3000は6800円で9月20日発売予定です。ギャルズパニック SS。 ドイツ IMA 賞でベストゲーム大賞を受賞した陣取りゲームがセガサターンに登場。敵の攻撃をかわしながら時期のエリアを拡大してビジュアルを完成させる。シンプルなアクション性がプレイヤーを虜にする。キャラクターは10人、それぞれ誕生日や趣味などの細かなプロフィールやキャラクター1人につき10万以上のグラフィックも用意されている。もちろんビジュアルだけでなく人気上昇中のフレッシュな声優陣も参加。ゲームモードもアーケードの 1P モードの他に 2P 対戦モードも用意。友達と家族と白熱したプレイを体験できるギャルズパニック SS は6800円で9月27日発売予定です。エターナルメロディ。ファンタジー世界を舞台にした育成シミュレーションゲームが登場。ひょんなことから妖精たちの住むファンタジーワールドに紛れ込んでしまった主人公であるプレイヤーは元の世界に戻るために人助けが好きな吟遊詩人のロクサーヌの勧めで街で出会った女の子たちとパーティーを組み魔法を探す旅に出る。プレイヤーは魔法の眠るダンジョンまでの旅の間にアルバイトでお金を稼ぎ魔法の練習で仲間たちのアビリティを高めなくてはならない。もちろん気に入った女の子とのラブロマンスも待ち受けているぞ。豪華声優陣も参加しているエターナルメロディーは5800円で10月発売予定です。平和パチンコ送信劇。空前のパチンコブームを生み出したパチンコメーカーの U 平和が完全バックアップしたパチンコシミュレーターが登場。プレイヤーはバーチャルシティにある3つのパチンコ店から好きな店を選んでプレイしていく。個性的な店員やお客との会話から重要な情報を引き出しリアルなパチンコが体験できる。またデザインモードではプレイヤーの好みの台を自由に制作することができる。平和の名器4台を完全に再現したパチンコシミュレーターです。人気機種から往年の名機までが完全に再現された平和パチンコ送信劇は7800円で9月27日発売予定です。奥寺康彦の世界を目指せサッカーキッズ入門編。セガサターン初のサッカー入門ソフトが登場。日本人初のプロサッカー選手奥寺康彦氏を監修に迎えサッカーの基本であるボールコントロールを豊富な実写ムービーで解説。キック、トラップ、ドリブルなどの各シーンを様々な角度から見ることができサッカーの入門者や指導する先生に最適なエデュテイメントソフトとなっている。ムービーのモデルにジェフ市原の現役コーチを採用した奥寺康彦の世界を目指せサッカーキッズ入門編は4800円で9月27日発売予定です。カオスコントロールリミックス。上下左右とあらゆる方向にスクロールしていく 3D シューティングゲームカオスコントロールがパワーアップしてセガサターンに帰ってきた。
今度のリミックスではバーチャガンに対応し、よりダイナミックなシューティング感覚が味わえるようになった。グラフィックもハイレゾモードを採用し、大幅にクオリティアップ。前作でおなじみのステージがさらに美しくプレイヤーに迫る。さらに 2P 同時プレイも OK。 友達と協力すればハードなステージも楽々乗り切れる。前作をプレイした人でも十分に楽しめるカオスコントロールリミックスは4800円で10月4日発売予定です。インフォメーション。世界一ハードなゲーム、ハイテク高層ビル、巨大エアポート、大都会ニューヨーク、完全武装のテロリストを殲滅せよ。君はこのピンチを救えるか。アクション映画の決定版、あのダイハードがついにフルポリゴンゲームとなってセガサターンに登場する。バーチャガン対応の世界一ハードなアクションシューティングだ。あのダイハード3部作が一本のゲームソフトになって登場する。The Die Hard Trilogy from Fox Interactive. セガビデオマガジン、いかがでしたか。もちろん来月も超話題のソフトをぎっしりと集めてお送りします。 Enjoy your game life. See you!